Ruthless! かかってこい! お主は春においでになった岡田の集落の者です。今や猛虎に乗っ取られ非道の限りが行われております。よく覚えておる。必ず村を守ってみせよう。 巴の修練場は近くのはず。 倒してください。 欲しいものを何でもやるから。
何の話だ。旅の秋人を襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえねえ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ。ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。 先生。 ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。 その話はわしがしよう。巴の仕業でしょう。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は？この近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か気にするな。 新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて叱るのち離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が。秋人の悲鳴を聞いた者が。 巴のおかげで街道は空だ。だが、どうしてか行商が通ったのでな。後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても義はないはず。いや、だが櫛寺は民のよりどころ。道を封じて士気を下げる策か。まだ定かではないと。何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。 そして、わしを裏切り、次は故郷を狙っておる。死の果てまでも追い詰めてやる。荷車だ。巴に殺された者も調べてみましょう。 街道を進んだ。見つけ出すぞ。櫛の民への戒め。操め。
先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず、通れば死する。なるほど、考えたの。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の民を死なせてたまるか。来い。暇はない。せいてはことを仕損じると言いますぞ。何故一人で。助けてやらねば。どうかお助けください。逃がしてやる。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ。賭けだ。巴の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は二日前に話をした。巴と。この女とだ。蒙古と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に。失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです。わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか。だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか。クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。
少し疲れた。
지금 Sit und sag gut so. Neg jom har sinta, ha? Yeah.
が。Unter Havas Nischirsen. Nicht beim Bitte geht. Ascha Yamcho, du hast ab. Yeah!
юу ч биш болов та. Чи харво? Энэ үхчтэй энэ төр самурай бололтой ой өнөө Тэр хаач юу Тэр энэ хавдтал байгаа ой өнөө гихч хардаа нэг хүн сул тавлаа
よし、いい子だ。
Lamento. に過ごした思い出を全て投げ捨てた。龍蔵、ザレ言を並べても、いつか猛虎にも見透かされてしまうだけだぞ。 아근치하루 Oh, no!
願いします。助けてください。動くな。お侍、小川道場も猛虎の手に。かつて夏の間、長尾家の若い奴らと稽古をしたな。日本の剣術を盗まれてしまいます。そうたやすく得得はできぬが、止めに行かねばな。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。では。そりゃ危ないさ。でも対馬のお侍様を野ざらしにしておくわけにもいかないだろう。命を捨ててまで対馬や私たちを守ってくれたから。だからこそ弔って差し上げたいんだろうな。
腕試しといくぞ。よし、影。よし。
Oi, look at the heart. Did the nest monster chat for Samurai or not? Nash Pussot. We have two men. In the Tulum or Samurai, how your sons on all. What's that? There's with him.
Атчихта! Thank you.
用しなくて。せいほどの腕前は大いに役に立てたろうに。それが今、モーコと戦ってんだよ。このお方が新しい弟子と一緒に。鎧でも結構です。また来よう。登り旗は見つかりましたか？謀反者の槍川家が猛虎と戦っているという噂があります。奴らは心変わりしたという声も聞きますが、はてさて。志村殿は槍川に加勢を求めている。今は昔のことを忘れ、力を合わせるべきだ。さようでございますね。過去は忘れられずとも、今我らが見るべきはこの先のことでしょう。その昔、槍川の戦士は英雄であった。謀反者が全て死んだ今、恥をすすぐ機会を得たのだ。感謝の印としてこちらをお納めください。お達者で。
影。少し疲れたか。来てくださった。消せませんか。すべて金のためです。
堺様、その説はどうも。シノ、無事に着いたのだな。ことなき道中でした。妖怪とは無縁の今、手当ての方法を教わっているんです。父君も喜ぶぞ。刀鍛冶をお探しですか？今の切れ味でご満足ですか？きっとお気に召します。では その太刀が錆を知りませんよ。いざ勝負！かけろ、かけ。
尋常に勝負。不足タックをやっせん。
ようやくか。首を伸ばして待っておったわ。むごたらしい。人の道から外れた畜生め。良い面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したくてたまらないのだ。誰も切らずに済んだのだ。誰ごと？浪人を放った男と相まみえねばな。ウムギ谷の奉仕ならば居所を知っておる。こちらの精鋭を出せ。よし、影。よし。
堺様、ご無事でしたか。手先のすげがさしはすべて倒した。小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため大見寺の洞で待つと申しておりました。大見は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。シラの呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。この身で確かめよう。何とぞご武運を。
だということだ。ジン、少し離せるか。堺陣、待ちわびたぞ。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。奉仕の申す通り、お主は修羅だ。
殺してくれるな。それが望みか。